こんにちは、カオルンです。今日はね、僕が大大大大大大大好きなね、あのね、二郎系ラーメンをね、お家で作ってみたいと思います。ということで、今回作っていくラーメンはこちらでございます。ドン、千里眼さんの冷やし中華でございます。イエーイ。こちらのね、千里眼さんなんですけれども、なんとね、あの東大の近くにあるね、めちゃめちゃ人気な二郎系ラーメンでございます。僕がね、前々からずっと富田さんのね、二郎系ラーメン雷をね、大好きと皆さんに伝えているんですけれども、こちらにね、匹敵するんじゃないかという感じでございます。さらにね、千里眼さんはですね、あの唐揚げというね、とってもちょっと辛いね、揚げ玉みたいな、そういうのが得意としておりまして、さらにね、夏になると今回紹介していく冷やし中華、こちらがね、なんと整理券という形でね、すごく人気でね、販売しているということです。そしてね、夏まで待ちきれないよということでね、冷やし中華を通販してね、食べていきたいと思います。それでは作っていきましょう。どうぞ。はい、ということでね、今回用意していくのはこちらでございます。まずね、千里眼さんのセット一式と、あとはね、野菜を盛り付けていくということで、ファミリーマートにあるのかな、大根サラダ、こちらを買ってみました。マシマシにしていきたいということで、2袋今回は買いました。で、あとはね、お店では実際にトマトもあるということで入れていきたいと思います。最後にね、ニンニクも、入れていきたいと思いますので、刻みニンニク、こちらも買っていきました。ということで、完成でございます。それでは食べていきましょう。それではいただきます。めちゃめちゃ美味しそう。とりあえず野菜からいってみよう。いや、大根サラダとね、このね、ガリマヨがね、サラダ感覚でベストマッチですね。めちゃめちゃ美味しい。どんどんいけちゃいそう。下から麺をひっくり返していく。うん、めっちゃ美味しい。もともとね、下の方に入れといたタレがですね、ごま油の味がするんですけれども、こちらがね、風味豊かで、しかも混ぜておいたから麺にね、しっかり絡んでて、すごく美味しい。麺のね、歯ごたえも太くてもちもちしててね、僕の大好きな雷のラーメンとね、同じくらい美味しかったですね。辛玉とね、ニンニクもね、混ぜていこう。いやー、これがたまんねー。辛いのと臭いのと、もちもちがね、絶妙のね、ハーモニーをね、醸し出していますね。はい、ということでね、ごちそうさまでした。今回ね、夏にやってる千里眼さんの冷やし中華、こちらをね、通販で食べていったんですけれども、すっごいね、ジャンキーだけどね、さっぱりしてて、どんどんいけちゃう美味しさでした。そしてね、今はね、冬なんでお店で食べれないということで、皆さんね、食べてみたいと思った方、ぜひぜひね、通販の方で食べてみてください。そしてね、人気なので即完売ということもありますので、早めにね、チェックしてみてください。ということでね、今回もカオルの動画見ていただき本当にありがとうございます。チャンネル登録者1000人を目標に頑張っていますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで、また次のね、カオルの動画でお会いしましょう。バイバイ。